本日はお披露目会、参加させていただきましてありがとうございます。北海道に行かれるチームさんのエールと、あと私たちの2016の作品、今日が本当初お披露目で、まだまだの部分がたくさんありますが、踊り子を精一杯、踊りたいと思います。今年の作品は誰でもが一日の始まり、朝日が上がる瞬間というのはとても夢や希望を持っているものです。そんな気持ちを何歳になってもいくつになっても持ち続けて、毎日毎日を精一杯夢と希望を持って生きていきたい、そんな思いを込めて、作った作品となります。精一杯踊りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。水天章2016ひふみパート1、あけぼのの時。
たくさんの拍手ありがとうございます。会場の皆様に感謝の気持ちを込めて、レイ、ありがとうございました。水天賞の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。